どうも、なおちんです。さあ、今日もメガトン級武蔵やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、超ド級ミッションのクリア方法をやっていこうと思います。ここね、難しくって、なかなか倒せないよっていう人、まだ多いと思います。俺もね、昔は難しかった。時間がかかった。でも、慣れてしまえば、もうほんとなんてことない。もうただの雑魚です。雑魚とはちょっと言い過ぎだけどね。うん、そこそこ強いんだけども、早く倒すことができます。装備が重要なのよね。まず今日は暴虐の獣。ここを、攻略していきましょう。メガトン級でやっていくね。それでは始める前に装備を紹介したいと思います。俺の装備はガウディアセット。こんな感じだね。もう全部真っ黒の、色にしてます。ガウディアセットは、セット効果でクリティカル率とクリティカルダメージが上がります。で、それにさらに拡張で全部クリティカルダメージが上がるやつをつけてます。クリティカルが出るとかなりダメージを与えることができますね。そして、重要なのが、防具じゃなくて武器だね。これが重要です。マッドブレイカーだね。大型のボスに対してめちゃくちゃ強い攻撃力を発揮することができます。このマッドブレイカー。実際、ボスの弱点は、炎属性の斬撃なのよ。炎斬撃なんだけども、近くで攻撃しちゃうとちょっと危険なので、これ、マッドブレイカーで攻撃していった方が全然早いです。で、これが段数6なので、相談数、これがね、上がるやつを入れておいてください。3つともそれでいいと思うね。うん。こういう構成にしてみると、早く倒せると思いますよ。それでは行きましょう。えらい前に進んできたな、これ。まずはね、雑魚を呼び出すので、雑魚を全部倒しましょう。雑魚がね、残ってると、敵 HP を回復しちゃうので、すぐに、全部倒してしまいましょう。まあすぐじゃなくていいけどね。まず最初は倒すっていうのがいいと思います。しゃ、ちょっと待って。まず雑魚だ。よし、あと1体いるかな。あ、いた。オッケー。で雑魚を倒しきりました。で、あとはボスをターゲティングして打ち込んでいくだけです。うん。で、フリージングミサイルを、アイシクルミサイルか。なんかごっちゃになるな。これを入れておいてください。じゃあ、であとはもう、この遠距離で、バズーカを撃ちながら、ミサイルを同時に撃っていく。こんな感じです。近寄ると本当に危険なので、近寄らないように戦っていきましょう。で、ターゲットする場所は、手がいいね。手がいい。頭と胴体と、尻尾も確か、ターゲットできるんだけども、手を狙うっていうのが一番無難と思います。一番ね、ダメージが稼げると思うよ。し、手と頭、あと尻尾は破壊することができて、ダウンを取ることができるんだよ。手は簡単でもないけど、そこそこ早く、破壊することができるので、ダウンも狙っていけます。はい。もうとにかく寄らなければ、全然、怖いボスでもないので、あははは言ってる間にやられた。はい。寄らない方がいいです。よっしゃ。で、雑魚が出てきたら、雑魚を全部、もちろんね、倒していきます。やられてしまった。でも、まだまだ、やられて大丈夫だからね。うん。じゃあ、あと、一体どっかにいるな。どこだ？あ、いた！あはははは。OKOKOK。あとは、倒すだけですね。逃げろー！じゃあ、あとは、同じく、遠距離で、打ち込んでいくだけ。あ、まず、頭部を破壊したね。頭部を破壊しました。で、俺ね、このクリティカルファクター、
これを入れてるんだけども、これがね、意外とね、おすすめです。ずっとミサイル撃つんじゃなくて、クリティカルをね、その都度その都度入れていくと、通常攻撃でも結構ダメージが入るようになるので、結構いいです。あと一回やられていい。うん、大丈夫、大丈夫。いけ。そろそろ、こっちが破壊できると思うんだけどな。意外と当たってなかったか？意外となんか当たってなかったっぽいね。破壊できない。破壊できてねえな。雑魚に変わよね。もうちょっとか？なんか破壊する前に倒しそうな勢いな感じだね。なんか倒え破壊する前倒すかこれ？ああ破壊した破壊した。はい終わりですね。こんな感じです。まあ若干やられたりはするんだけども全然早く。倒せます。近距離武器よりもマッドブレイカーこれ間違いないです。で属性は終わりか、赤だね。炎の属性のマッドブレイカーを持ってきてください。うん、ボスの弱点をつくようにしましょうね。はい、こんな感じだね。結構早く倒せたと思います。そしてね、これをやるにあたって重要なこと、もう一つあります。パイロットです。パイロットのスキルがすごく重要になってます。一番重要なのがね、これ。驚異的な集中力です。射撃攻撃が命中するたびに、PP が 0.5% 回復する。これがね、かなり重要になってくるので、これは取るようにしてください。確かね、取るのがちょっとめんどくさかったかな。うん。なんか異星人の痕跡？あ、違う。記憶か。記憶操作を10個解決しなきゃいけないので、ちょっとめんどくさかったんだけども、まあまあ、これはかなり重要なスキルなので、入れておいてください。レベル5じゃなくても、まあ3とかでも、まあマシなのかな。うん。レベル5になると 0.5% かなり回復するようになるので、これは超おすすめです。うん。早く倒すためには、必須になるので入れておいてください。はい。ということで、今日は超ド級ミッション、攻略やってみました。まだね、もうちょっと、うん。30秒、1分、それぐらい早く倒せるようになりそうだけども、今のところこんな感じです。で、ちなみに、今の暴虐の獣、あそこでは最強の近接武器が入手できます。メガトン級でね、おそらく、あそこだと思います。ゲットできるので、周回してみてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。